今日、軍事司令官に任じられた。本当に？すごいじゃない、なら。昨年のあなたの活躍は本当に目覚ましかったものね。まあ、多分それが大きな要因だと思う。スレンもこの知らせを喜んでいるに違いないわ。だから今夜やっと言える。ん？何を？俺の本当の妻になってくれ。え？今の俺なら君とずっと一緒にいられる。子を残せば権利がもらえるんだ。もしかしてそれで7年間も手を出してこなかったの？貴族になる前に子が生まれたら私が違う男のところに嫁がされるから。覚悟はしてたけど、7年間もの時を耐え忍ぶのは想像を絶する辛さだったよ。でも7年前はもう恋愛感情はないって。そうだよ。この心にあるのはもう恋情じゃない。好きとかそんな程度の話じゃないんだ。俺は君を愛してる。本気で君の全てを欲しいと思ったから我慢したんだ。わからないのなら何度でも言うよ。君を愛してる。世界で一番。誰よりも。だからこの手を今度は妻として取ってほしい。あなたの頑固さはいっそ清々しいくらいね。男なら一度決めたことは最後まで貫き通せって兄貴から教わったからね。あなたの信念の強さにはスレンもかなわないんじゃないかしら。だって7年間よ、7年間。その間に私が違う男を選んでいたらどうするつもりだったの？それが君にとっての幸せなら構わないと思ってた。でももし俺が権利を得るまでそばにいてくれたら、その時は正々堂々求婚しようと心に決めてたんだ。として見られていないのかと思ってた。たとえ仮だとしても、そんな相手に結婚しようだなんて言うわけないだろ。君しかいらないと思ったから俺はここまで強くなったんだ。そんな辛抱強い俺にご褒美をくれないかな。いいわよ。私にあげられるものなら何でもあげる。ありがとう。じゃあ遠慮なくもらおうかな。一緒に行きたいところがあるんだ。
もこんな夜中じゃ。行こう。ちょっとここで待ってて。え？うん。お待たせ。ちょっと目をつぶってて。はい、いいよ。もしかしてあの時の花？でも、どうして急に？言えなかったことがあったから、やり直し。言えなかったこと？うん。本当はあの時、こう言いたかったんだ。兄貴の分まで、俺が君を守るよ。俺も、兄貴に負けないくらい君を愛してるから。なら、あの時は資格がないからって言うのを我慢してたんだ。やっと言えてよかったよ。今もその資格を持てたかはわからないけど、少なくとも自分を持つことはできたんじゃないかと。兄貴の真似をするだけじゃない、俺の力を。そうね、あなたはスレンから受け継いだものを自分の力に変えた。ありがとう。君もそう思ってくれるのならもう一つやり直してもいいかな。驚いた。え？こんなに
綺麗な人がいるなんて。ナラン？困ったな。どうしたらいいのかわからない。何が困ったの？一目見ただけで、俺は君に恋をしてしまったみたいなんだ。どうか俺に君を口説く権利をくれないかな。嬉しいけどちょっとキザすぎよ。ならひどいな。この時のために1ヶ月前からノールに弟子入りして考えてたのに。なるほど。1ヶ月前からあなたがぼんやりしてたのはこのセリフを考えるためだったのね。それで告白の返事は？ダメじゃないよね。さてどうしようかしら。判断材料が足らないからちょっと口づけてみてくれる？了解。ちょっとじゃ抑えられないかもしれないけどね。君はちょっとで足りる？俺は全然足りない。ナランは意地悪になったわ。違うよ。照れてる時も笑ってる時も怒ってる時も全部可愛いから、いろんな君を愛したいだけ。嫌だよ。お預けはもうたくさんだから、俺を求めてよ。
俺を愛してると言って。もう言って。愛してる。